の嫁はうつ病を告白したらしくて、でもウィンブルドンは大阪の嫁を特別扱いせず会見の免除はしないということなんですけど、これについて思うことなんですけど、いやそこは優遇しろよですね。うん、打つって本当に辛いんですよ。会見とか出てる場合じゃないんですよ。うん、いくら金があろうが何億あろうが何十億あろうが打つってだけで全く人生楽しくないんですよ。だから会見は出る必要はないし、大阪直美は会見は出る必要はないけれども試合に出る資格はあるんですよ。それはなぜならテニスが上手いからなんですよ。だから大阪直美は会見は出る必要はないけど試合に出る資格はありますね。